あんまよう先生です。シグナルが来ました。 FX ですね。試験投資ですけどね。5000ロットだけですね。じゃあ5000だけ、 0.05 台ですね。お遊びでね。まだ怖いんでね、もう年金もらってから、年金もらっちゃってね、で伸びてやろうとも、もうしょうがない、難しいん で、こうシグナルが出たんですね。勝率 81.3%、 1年間で16個シグナル出てます。平均利益ピップスは343ですね。ピップスです。ここでシグナル買ってみました。でバイナリーオプションライブで投資して11連敗しちゃった。あったまじ、もうお前やっちゃったよ、もう11連敗ライブでね、11連敗しちゃったですよ。これもうだからもうしょうがないから、もう年金をちょっと早めだけどもらって、生活費は確保できるから。だけども安いんだな、俺の年金がね。食っていけるけども、この仕事してちょっと一攫稼げとかないと辛いんですね。ただ能力あるから後で稼げると思うからね。年金がもうないようなもんをね、先にもらっちゃって、来年ね税金申告したらね、ちょっとやっておかないといけないね。2月に年金もらう申請しますわ、稼げなかったら。2月に年金もらう申請、それからね、3ヶ月間かかるんですよ、年金もらうまで。だから2、3、4、5、5月だね、5月からの年金だね。生活費持つかな、俺と。計算しとくかな。これ、FX ね。で、このシグナル打ってらいいんです、ただね。これ全部勝率いくつとか全部出てるでしょ。FX は勝てるかもしれないな、このインジケーターでね。バイナリーオプションが負けた11連敗ですよ。たくさん打っちゃったんだ、もう1個で。バチ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 って11個打っちゃったね。1回のシグナルで。バカやっちゃったよ、もう。参っちゃうよ、ほんと。だから1000円だけどね。1万1000円だけだけどね、損したのはね。それでプラスになって、まだ損はしてないんだけどね、これね。8月から全然増えないんだよな。もうまあやんないやんなっちゃう。だからデモ講座に書いたの、今。参っちゃったら損してないんだけどね。8月から全然。ズドーンと怒って、今度は8月からの利益だから、たった5000円ぐらいになっちゃったよ。今年の8月からの利益、たったの5000円。最悪。いや、年金もらうのは申請するしかないわな。他の人と違ってね、年金あるから、生活費がね。えら失敗したよ。これ自信ないよ、このシグナル。バイナリーオプション。まあ、いったな。FX はこんなにいいような感じなんだな。見て、このシグナル。これなんだけど、こんないいとこ来てるんだよ、シグナル。見て。こう。これは勝てそうでしょ？これも勝ったしね。FX の方が楽だな、バイナリーオプションよりか。バイナリーオプションきついよ。FX の方が楽だな。俺ちょっと、バイナリーオプションスペシャリスト、もう外れるかもしんない。バイナリーオプション難しくて、もう、FX の方が簡単だよ。難しいけど、まだいいよ。
スローだからね、いきなり変わんないからね。年金もらうのかよ、5月から来年の12月でしょ、今。最低生活しかないよ、ちょっと、俺の年金。来年の5月で、今12月5日でしょ？申請するのが2月にして、3ヶ月後だから5月からもらうんですよ、年金をね。まとめてくれるんですけどね、2月だから2月分からもらえるんだけど、2、3、4、5で3ヶ月まとめてですからね、年金もらえるのがね。それで生活すんの？頭にくるなぁ。年金もらわないでいようと思ったんだね。で、どんどん積み立てとこうと思ってね。無理かよ。みんな真似できないからね、そんなことはね。年金は前取りだからね、めちゃめちゃ安くなるんだ、年金が。そんなことは普通の人できないからね。私の場合はその技能があるから、しかし普通では当てにならないからね、スペシャリストでしたからね。最悪で、安い年金だから途中でね、1億円ぐらい稼いで、でそれで生きていくしかないわけですよ。それで頑張るんですね。それでもっと増やすと、100億とかね。最悪。僕土地とかたくさん持ってるから、固定資産税が高いんですよ。だから年金のね、うまく売りさばいてるけど難しいんだよね。今年も720万の土地でさばいてるんですけどね、720万。生活がきつい、年金前取りになっちゃうね。いいでしょ、このシグナルはね。勝率、投資数、平均ピップ数利益ね。で、70% 以上、10個以上の取引、300ピップ数以上の平均のね、これライン数、ね。これは片寄せボリンジャーバンドの変数、数値ね。見せてませんけど。秘密になってます、ね。戦略方法ね。それで、大体シグナルが来たら、この3分の1ぐらい。実際は今後分かんないから、1年間で今まではこの成績だったのね。今後はこの3分の1ぐらい落ちるんで、ね。これ1日、これ取引してから1日後、こういうマークになるんで。でそこで計算させるのがそうなんで、一応これストップリミット怖いんで、動いちゃうことがあるんでね。で一応この平均ピーク数よりかあればいいんじゃないかということでやってあるのね、ストップとリミットね。みんなのね、攻めはね、力関係だからしょうがないんですよ。人間全員で攻めてきてるけども、開始があるからね、能力者の。だそういうね、人間はね、今日肉食生物だから、力負けたら契約も全部、法律も守んないしね、力は 上になると。人間は今日肉食生物だから、押されなかったらね、
全部そうなっちゃう。頭を動かすのそこら辺も全部あの今日肉食生物だから、宇宙生物って一緒にかかってくるんですね。人間だけじゃないからね、人間全員がかかってくるわけじゃないから、上の生物に、人間の上の敵の生物もかかってくるわけですね。その戦いながらこういう単純な FX 人間の界で、人間界で生きてるわけですね。人間には分かんないと思うんだろうなら、全然何言ってるのか全然分かんないと思うよ。人間たちはね、すごく知能低いから、人間たちは。それでこの人間界で生きていくという上の生物がね、私一人だけでね、そういうふうに大変なことなんですよ。猿の惑星よりかひどいんだよ、あの人間がね、猿と仮定してね、もっとひどいんですよ、私と人間との大差っていうのはね、もう問題外ですから。人間は単なる今日肉食性ですね。だから悪いとか汚いとかいう問題は全然関係ないんだね。今日肉食生物だから当たり前だからさ、汚いとか悪いとかさ、そういうのはやめてくんないかな。単なる人間は今日肉食生物ですよ。盗みが仕事、泥棒が仕事ですよ、 100%。汚いとか言うんじゃない、力負けって言ったら全部盗まれるよ、殺されるよ。それが人間ですよ。道具を使う肉食生物、それを今日肉食生物って言うんですね。宇宙生物も今日肉食生物だからね、汚いとか人間がやることが汚いとかさ、そんなの当たり前じゃない。今日肉食生物だから、汚いとかさ、しょっちゅう悪どいとか言うのやめてくんないかな、うん、今日肉食生物だから当たり前じゃないねえ。負けたら殺されますよ、人間は今日肉食生物だからね。だから人間たちは騙されるんだな、今日肉食生物なんかでも結構いるね。自分たち今日肉食生物って知らないんだな、騙されたとかさ、汚いとか言うの、こんなの当たり前じゃない。人間は今日肉食生物だよ。そういう、それでわかるでしょ、全然。そうすると全部汚いことじゃなくなっちゃうよ、当たり前だから。そんなのはね、今日肉食はもう汚いことするのが専門ですから、ね、盗みですからね。住んで生きるのが人間の、という生物ですよ。まあ人間ってのは私が決めたね、お手本の生物なんだけど、まあ、人間になる過程でね、まあ、これいいシグナルだね。このまま上がりそうだね、なんかガチャ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 ながらね。でこのシグナルもこんな風に勝ってんですよね、これも。これはちょっとでしょ、だけど上でどんどん上がってるんだよね。ここで決算だからね、これも勝ってんだよね。これ落っこって上がっちゃうね。すごく正確だよこれ。ここで平均でしょ、470ピップスですよ、利益が。だ約3分の1って考えて、勝率 80% だから結構いいね、これね、全体ね、全部ね。5個あるんだね、5個の通貨ね。今バイナリーオプション前行った11連敗しちゃったよ、これ自信ない。バイナリーオプションが左のね、勝てないよこれ。このバイナリーオプションこんなもんでだからいいかなと思ったんだけど、わかるんだよね、言ってくれるね。一個ずつ打ってみた方がいいんじゃないかって。そうね、いつもねシグナルに対して一個だけバチバチ打つと、今11個負けちゃったよ、追っちゃったよ、もう。
参ったよ。8月からの利益がバイナリーオプションたった5000円ですよ。参っちゃうよ。何ヶ月間ですか？2等最悪10円ぐらいですよ。参っちゃうな。損はしてないからいいけどね。たった5000円、8月から。参っちゃうなよ、こんなのが。生活できなくなっちゃうよ、こんなの。年金がありますからね、参ればいいですけどね。最悪ですね。生活はできるから。それで仕事をやってりゃいいんだから、インターネットもね、支払いもできるから、年金は、年金でね、光だからね。しばらく年金になったら美味しいもの食えないな。仕事やっててね、稼がないとね。半万葉先生、そんな苦しみで生きてます。苦しみの苦しみで生きてますよ、毎日。苦しんでない人ってね、まあ若い時からいいけどね。いやー、バイナリーオプション左の負けた、11連敗、まいった。これ FX の方なんだけどね、こっちはね、こっちのパソコンの方は左側だと右側にあるんですけど、これいいシグナルだね、これね。また下がっちゃうかな、これドドーンって、ここまで。ありえるね。ありえますよ、これも。だから怖いね、まだね。これで、10ロットぐらい、100ロットぐらい投資できるように早くしたいね。資金はいらないの。はじめこれ何回もやって増やしていくの。少なくていいの。1万円ぐらいでいいんですよ。資金ね。それから増やせばいいの。1万円でね、資金でね、100万ぐらい稼げることあるからね。年でね。100倍ぐらいできることありますから。そしたら次また100倍でしょ。だから1億になるでしょ、2年でね。あ、下がってきたよ、これ怖いな。これね、こういう時だから上にね、チャンスでかもしれないよ。ここまで来た時に1時間のバイナリーオプションで ね買っとくの。それ1時間後上がってるんじゃないかな。という時期だね。そんな方法もできるね。一番いいのは、一日でやった方がいい。日ね。日の方が勝つだろう。ただ、これ一日だからね、このシグナルの方が。明日の何時になっちゃうからけど、6時でしょ、こっちの、締め切りが。だから合わないね。で、勝負しない。負けて11連敗したからじゃあ、取り返してやろうと思って勝負でここにドバッと11本ね、かけるっていうことはしませんよ。反省してね、やめちゃった。それが一番いいところ。でもう一度何回もやってみて、勝てるかって何回もやってみてね。で、欲張んないで一個ずつで稼げないかと。稼げるはずなんだけどね、一本。ただ、一週間で一本だけプラスとかね。そんなもんでしょう。それじゃやってられないから、まあそれでもいいことですけどね、1本でもね。100本ぐらい投資して1本っていうプラスとかね。それ大変だからさ、なんとか稼げないかっていうようなこと。ね。で、逆にマイナスもやっぱ出る可能性ありますからね。夜中の3時20分ですよ、もう。夜中。毎日こうですよ、私は。もう、やんなっちゃう、もう。
多分今また犯罪者の脳がねこっちになってきて聞いてるんでね、テレパシーっていうか脳ばっかり聞いてるんだよね。悪いのが24時間妨害とかね、私を殺すためにね徹底して聞いてるんですよ。で仕事妨害とかね、あと妹がひどいね、父を殺害した犯人ですからね。警察はまた敵だから絶対捕まえないのが犯人。二代目の母が毒殺してるんだけど、どっちも死刑で、朝原さんは処刑されちゃったね、13人ね。あれよりか重いんだよ、刑。あれよりか重いですよ。それ警察絶対捕まえないんだよね。妹の旦那さんはの職が裁判官だからね、また共犯でそれも死刑だね。しょっちゅうこっち殺すの、殺すことで生きてるからね、高度な方法で、ね、ずっとそうやってるから、天皇家とかそういうので裏切って、人々に裏切ってね、私の殺しをもう大昔から狙ってるんですよ、兄弟で。で、いざこざでね、親父が毒殺されたの、私の方で殺せないんで文句言うようなことで家族で揉めて、それで父が毒殺で死んだのね。混血物というか、本物の貴族も私の生まれがね、敵が多いんでね、それ裏切って殺しをね、私を殺すという動いてるわけです、大昔からね。で、ザコザで親父がね、親父も私を狙ってたんだけど、仲間うちのいざこざでね、親父がみんな悪いからね、それで殺したんだよね。妹も姉も共犯で、2回目の母ね。オウム教の朝原さん処刑されたけど、7月にね、8月か、8月だな、13人処刑されたでしょ。あれよりか重いですよ、刑は。すごいからそれ言わないと危ないですね。それで、で人間味方じゃないから、私が力加えなければ捕まえないんだよね。で、それを教えてるの、人間全員警察だろうと、こっちの事件は味方じゃないから絶対逮捕しないよと、私の時はね、ということだね。それを教えるために私が手外してあげたから、ということで、まあ、こういう投資法をね、今11連敗負けました。マイナルオプションね、千円差ですけども、1万1000円大きいね。だって8月からたった5000円の利益ですよ。で、頑張って稼げる戦略を見つけながらやってて減らしちゃったんだから、資金を上げるわけですよね、うまくいったら。たったね1000円ずつってそんな大変なんですよ。だからデモに戻しちゃった、またもうちょっとしばらくデモだな、バイナルオプションをね。 FX はこれでちょっと増やしていく、頑張ってね。試験投資これでなくなったらまた考え直せ、少額だから。試験投資のライブね、小学校ね。ということでした。浜先生やられちゃいましたね、これね。バイナルオプション。まあ、難しい。で、まあ、FX はこうやって投資してるんですよ。戦略、ね。
ちょっとあの妨害者が入ってるんで話せないわ。話す、これから話そうとすると殺そうと来てるよね。その妹の旦那さんも含めてね。いや、こっちの仕事の話ですよ。あの殺しの話じゃないですね。犯罪者の話じゃないけど。あれ、それじゃあね、あのまた切ります。危ないんでね。